木所,木所龍馬、木所龍馬、木所龍馬、1985年9月24日隊は、愛知県豊川市出身の元プロ野球選手、外野手、右投げ左だ。幼少期には、実家近くに、豊田自動車工業サッカー部、現、名古屋グランパス8の本拠地があり、サッカーに夢中になっていた。小学校3年生時に、友人の父親から誘われ、 兄と共に、三河一宮ブラタイボーイズに入団し野球を始めた。小学校5年生児はチームで一番打者を任され、右投げ右打ちだったが、監督から足を活かすために左打ちを進められ、当てて走るというスタイルを身につけた。一宮町立一級中学校では、野球部に入部すると同時に、公式野球のオールトヨカワにも所属した。中京高校時代には、一年秋から一番、 中堅守の定位置を獲得した。2年夏と3年春に甲子園出場。2年秋には地方大会から13試合で58110投類の数字を残した。2学年先輩に松田信弘がいる。のドラフト会議で福岡大英ホークス当時からドラフト2巡目指名を受けた。オリックスに移籍したばかりの村松友人の背番号23を与えられ。 ポスト村松として期待されていた。ウエスタンリーグで過ごし、77試合に出場し、打率、186、1本塁打、5投塁に終わった。8月26日に1軍へ昇格し、8月30日、大同点、吉見の大総で1軍初出場を果たすも、その直後に打球を避けきれずに足に当ててしまい、守備妨害で、 アウトになるというチンプレーを犯してしまった。9月11日のウエスタンリーグ対中日ドラゴンズ戦で一番中堅守で先発出場し本塁打を放ったが、5回第3打席に平松和弘から右側頭部に死休を受け、名古屋市内の病院での検査の結果、右側側頭部骨折と診断され、9月16日に 福岡市内の病院で右方母に弓の征服手術を受けた。2軍では打率、257まで改善し、ウエスタンリーグ2位の21盗塁を記録した。1軍に帯同し34試合に出場。聖パ交流戦、6月7日、対読売ジャイアンツ戦、7番ライトで初のスタメン出場となったが、1打席目セカンドゴロの後は3連続三振と、 結果を残せなかった。6月9日の対、セパ交流戦、東京ヤクルトスワローズ戦、山崎勝美の代打賞、西雄介に代わり、ライトの守備で出場すると9回に、高津慎吾から、センター前ヒットを打ち、プロ初安打を記録。6月15日対、セパ交流戦、広島東洋カープ戦8回1四万塁の場面、藤岡義明の代打で出場すると、 小山田康弘の支球が押し出しとなり、プロ初打点となった。7月2日に千葉マリーンスタジアムにて行われた、対千葉ロッテマリーンズ戦8番レフトで出場し、第2打席4回虫13塁、相手先発、久保康友の初球を、宇宙間へ運び走者一層の2点タイムリースリーベーを放ち、これが、プロ初タイムリーとなった。8月1日の大東北楽天ゴールデンイーグルス。 戦でプロ入り初の猛打賞を記録した。同年は16安打のうち2塁打3本、3塁打も3本と瞬速をアピールした。8月19日の大楽天戦で、長い例からライトにソロホームランを放ち、これがプロ初本塁打となった。最終的に22試合出場で36打数4、安打、打率、111と結果は残せなかった。9月6日。 対ロッテ戦の9回虫1類、大木の忠宏から、全身守備のレフトの頭上を破るタイムリーツーベースを放ち、ホーム返球間に3塁まで進塁し、これが本拠地福岡やフージャパンドームでの初、タムリーとなった。自己最多となる49試合に出場したが、打率、089、1打点と苦しんだ。軍に定着して、自己最多の試合に出場し、 ダイソー起用は、リーグ最多の39回に上り、7盗塁を記録した。ダイソーだけでなく、センターでの途中起用68試合と守備固めでも、定着した。95試合出場、12盗塁といずれも、自己最多を記録。中堅守としての守備起用が87試合と増加した。11月9日に、福岡市内の病院で、右肩関節唇の部分除去手術を受けた。 オープン戦終盤に一軍へ合流し、開幕を一軍で迎えた。8月16日の対オリックスバファローズ戦では、アーロムバルディリスのセンター前への打球にダイビングキャッチ、する超ファインプレーオーバー翔太の初完封をアシストした。9月16日の対北海道、日本ハムファイターズ戦で、中田翔のフェンス際の打球を候補したが、二塁類,類進。 両川正美は一度フェンスに当たって木所が補給したと判定し、フェンス直撃の二塁打となった。これに秋山浩二監督は抗議したが、判定は覆らず二塁打となった。詳しくは吉川正美の項目を参照。この件について、木所は補給の瞬間にグラブは本塁方向を向いており、あのグラブの向きで打球がフェンスに当たるわけない。僕は、 ワンプレーで飯食ってるんですからと批判した。同年は主に内川誠一の大走、守備固めでセンターに入り、先発出場していた長谷川勇成がレフトに入るというパターンが多く見られ、センターでの守備固め起用が95試合と増加した。福田周平、赤市氏など、同じ俊足の外野手の台頭はあったが、最終的には2年連続の2桁、盗塁。 自身初の100試合以上の出場となる108試合に出場した。日本シリーズではセンターの守備固めや代走で4試合出場し、11月17日の第5戦に1打席得たが、久本雄一に空振り三振に抑えられ、その日のチーム最終打者となった。春季キャンプ中に肩の痛みがあったが開幕1軍入りし、開幕戦でも9回にセンター守備についた。 5月26日の対阪神タイガース戦では9回に、えのきが大期からレフト前ヒットを放って出塁すると、続く、福田周平の打席中に2投、3投と連続盗塁を成功させた。3年連続の2桁盗塁を記録したが、柳田祐希の対等により、センターでの守備機能が減少した。開幕を一軍で迎えたが、右ふくらはぎ痛の影響で6月10日に抹消された。 8月13日に再昇格したが10日ほどで、抹消、10月に再昇格して1試合出場と、最終的に34試合の出場にとどまった。開幕を1軍で迎え、81試合に出場し、チームトップのダイソ層36試合、守備固め44試合とリーグ優勝に貢献した。主に左翼手で起用され1軍、2軍ともに、中堅手としての起用が全くなかった。 7月15日対ロッテ戦9回裏1点リードに、地2塁抑えのデニス・サファテ当番中、福浦和也のレフト戦ヒットの返球を悪送球に、してしまい、岡田隆文が楽に生還、打者の福浦も2塁へと進め、12回延長引き分けとなった。8月31日対楽天戦9回1点リード、一死一塁、同じく、デニス・サファテの当番中に銀次のレフト前ヒットを、 後逸して、同点のタイムリーエラーなり打者の銀次も三塁に進めた。なおチームは延長12回に、森福雅彦が松井和夫にタイムリーヒットを打たれサヨナラ負けした。これによりチームは2勝を失い、サファテは、セーブ失敗が2回記録され、自身の連続無失策も6年で途絶えた。CS ファイナルステージ、日本シリーズでは、ベンチ入りできなかった。 シーズンオフの12月9日の契約公開交渉にて控え選手の大変さを力説して90分間粘り700万円アップの年俸に400万円金額は推定で一発公開した。春季キャンプは A 組で迎え2月21日にオープン戦初戦である対オリックス戦でリフトの守備から途中出場したが8回の打席で 大山明文から左腕に死球を受け、同日宮崎市内の病院で検査の結果、左尺骨骨幹部骨折と診断された。手術、リハビリを経て8月1日の西部戦でシーズン初出場したが、その試合で3頭を試みた際に左肩を脱臼、8月26日に手術を受け、残りのシーズンを全休。結局この年は、怪我に泣かされ続け、 一試合のみの出場にとどまった。怪我して契約があるか不安だったというオフ。2016年が、ラストのつもりで西岡剛、義、阪神タイガースの元自主トレを行い、秀島正義 TRB2 ファクトリーからトレーニングの見直しを促され決意した。過去3年、試行したボディービルダーのような筋肥大から持ち前のスピードを得、くまで瞬発系を磨いた。 体重は、昨季81キロから75キロに、6キロ減った割には、強い打球が飛んでいるという事実に自信を深め、5月18日、対日本ハム戦、代打で9年ぶり通算2本目の本塁打を打つ。交流戦では2番、右翼に定着し、2打席連続、6月12日、対巨人戦、満塁、6月19日、対阪神戦を含む5本塁打。 および交流戦期間の首位打者となる4割一部五輪の打率を記録し、交流戦 MVP を受賞。交流戦が終わると、打撃の調子を落とし、再び控えからの出場に戻された。しかし交流戦 MVP の活躍が評価され、年俸はほぼ倍増となる4、0円、金額は、推定で新たに、複数年契約を結んだ。シーズン中の4月19日に、 国内 FA の権利を取得したが、11月5日、権利を行使しない旨を表明した。外野手のポジション争いの中、開幕1軍入りを果たし、4月4日の大落天戦で、今季初出場するが、翌5日に1軍登録抹消される。アルフレド・デスパイネの加入や看板や姿勢数の対等などが重なった子で、出場機会が激減。 ようやくチームのリーグ優勝が決まった後の10月6日、約6ヶ月ぶりに一軍昇格を果たす。同日の対オリックス戦で先発出場をするが、無安打だ,だった。一軍ではわずか2試合の出場に終わった。楽天とのクライマックスシリーズでは、今季の一軍公式戦出場がわずか2試合だったにも、かかわらず、10月20日の第3戦において、2番中堅守で、 抜擢起用さだたが、その起用に見事に応え、先発速本交代から2本の二塁打を放ち、守備でも、攻守を連発。その活躍が、第1戦、第2戦を落としていたチームの流れを変える、起爆剤となり、日本シリーズへの進出に大きく貢献した。横浜 DNA ベイスターズとの日本シリーズでは、第1戦、第2戦、第3戦、第5戦、第6戦に途中出場。 無安打だ,だったが、守備や大増で、チームの2年振りの日本一奪還に貢献した。シーズンオフの12月6日、福岡や福岡、ドーム内の球団事務所で、契約公開交渉に臨み、現状維持の4、0円プラス歴高、金額は、推定でサインした。1軍では前半戦の41試合に出場したが、後半戦以降は、 出場がなく、同年6月15日に行われた、広島東洋カープ戦が、レギュラーシーズン最後の出場となった。SMBC 日本シリーズ2018の40人枠にも、選出され、胴上げにも参加していたが、11月4日に、戦力外通告を受け、同月13日のトライアウトに参加し4打数に、安内地支給の結果を残すが打球団から獲得のは、なく、 11月30日に引退会見を行い、任意引退工示された日本プロ野球中に球団における平成最後の任意引退選手。2019年からは球団参加の少年野球チームの指導者として契約を結んだ。瞬足と強権を武器にした球界屈指の守備力を誇る外野守備、総塁のスペシャリスト。プロ入り前は高校通算35本塁 50メートル走のタイムは5秒9、遠投は110メートルだった。プロ入り後は出場数の増加に反死打者としての評価を下げて、打席数は減少した。近年ではダイソーもしくはリードした、試合終盤での外野の守備固めとしての出場が主で、赤、2016年5月18日に代打ホームランを放ったのをきっかけに、代打や先発での出場が増えた。 2012年までは主に中堅守として起用されていたが、2013年に長谷川優成の定着により、中堅守起用11試合、2014年には柳田優希の全試合出場により、中堅守起用はゼロとなった。2010年にソフトバンク監督の秋山浩二は、パシフィックリーグの優れた外野手として、守備範囲では、糸井吉を、肩では気ろを上げている。 気どころしげもちり、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。